ここは広島マツダの社員寮、大原寮。ここで一人の社員が現金を取られた挙句、命まで奪われました。犯人の男はすぐに逮捕されるのですが、その男の事件後の行動がとてもまともな神経をしている人間のやることとは思えないものでした。またそのすぐ後、今度は別の男が同様の事件を起こしていたことが発覚するなど、この寮は呪われているのではないかとさえ疑ってしまう事件です。それではどうぞ。広島市の松田社員寮で社員の S さん19歳は岡山の高校を昨春卒業し、自動車メーカーに入った。高校では機械科で学び、機械類の研究同好会にも所属していた。幼い頃から機械が好きで、車のエンジンを見ると目を輝かせることもあったという。夢を抱いて入社した会社で彼を待っていたのは残酷な仕打ちであった。プレス用の金型を作る仕事に従事していた S さんは2016年9月13日夜勤を終え、14日早朝に帰宅していた。そしてその日の午後、何者かに襲われ、すでに息を引き取っていた S さんが別の寮生から発見される。身分証明書が入った手提げバッグが落ちており、自室も荒らされた様子はなかった。頭を何かで殴られたような跡が複数あった。またS さんの口座を調べると、亡くなったその日に ATM で100万円以上を引き出されていたことが分かった。誰がこんなことをしたのか、 S さんは松田大原寮の非常階段の2階踊り場でこと切れていた。寮内からは廊下に面した扉を開ければ入れるが、出入りは厳禁、見つけ次第大量させるとの張り紙があり、寮はオートロックではなく外部から入ることは可能である。しかし管理人がいるため、外部の人間は容易には入れない。ほぼほぼ内部の人間の犯行だろうと見て捜査。結果2016年9月24日同社員の上川卓が捕まった。上川は S さんと同期で入社し、共に大原寮に住んでいた。事件直後はS さんについて知らないなどとしらを切っていた。 S さんの命を奪い現金を持ち去ったかを問い詰めると、間違いありませんと認めた。上川が言うには、 S との会話で腹が立った、交際相手をバカにされたと説明し、携帯電話については捨てたと供述。事件に使われていた消火器は寮の2階に設置されていたもので、事件後は元の位置に戻されていたが、 S さんの血液が付着していた。事件当日、 S さんの口座から120万円が引き出されていたが、これは S さんが広島市内の金融機関や ATM などで自ら引き出していた。そして S さんと車で同行していたのが上川であった。そもそも S さんと上川は特段親しくもない。なぜそんな大金を一度に引き下ろしたかは S さんの口から語られることはないため、真実はわからないが、おそらくは何らかの意図で上川が S さんに金を引き出させたという線が妥当と裁判所は推測した。とにもかくにも上川は当日 S さんが大金を持っていることを知っていた。犯行動機を交際相手をバカにされて腹が立ったと供述したが、多額の金に目がくらんだ犯行というのが真実であろう。実際上川の手癖は相当に悪く、数ヶ月間寮の二人部屋で上川と一緒だった男性によれば、上川は気さくな性格で仕事も休まず熱心に勤務していたものの、ギャンブルにはまったりブランド品を身につけたりして金遣いが荒い面もあり、毎日のように夜勤明けにパチンコに通っていた。また上川の周囲で現金がなくなるトラブルが相次ぎ、一緒だった男性も寝ている間に財布から5万円がなくなったことがあった。上川は知らないと答えたが、どう考えても上川がやったとしか考えられなかったため、男性は
二人部屋の相手を変えてもらい、上川と縁を切った。同様のことは何度もあったため、上川からは、だんだん周りの人も離れていったようである。上川が捕まる前に、S さんが百数十万円を引き出していたとニュースで流れていたとき、社員の間では、すでに上川がやったんじゃないかと疑う声も出ていた。寮の人間によると、事件翌日の15日朝、寮内の風呂場で同僚と事件のことを話していると、近くにいた上川が気にしている様子だったという。しかし、上川は捕まるまでの約10日間、なんと交際相手とされる女性と共に平然と広島宮島へ旅行に行っていたことが彼女の SNS の投稿により判明した。 S さんの訃報は地元にも伝わり、皆無念を口にした。会うと必ず挨拶をしてくれる礼儀正しい子、希望に満ちた若者の将来が奪われ許せない。喧嘩をしたり人間関係で揉めたりする姿は見たことがない。なぜこんな仕打ちをされたのか見当もつかない。来年1月の同窓会で久しぶりに会えるはずだったのに、当日引き下ろした多額のお金は車を買うための資金であったと知人は語った。あまりに身勝手な犯行で、事件後の行動を見ても反省のかけらもない。裁判では上川は S さんが多額のお金を持っていたことは知らなかった、消火器は S さんが倒れたところにたまたま落ちたなどと供述したが、裁判長はそんなわけないだろと上川の供述を一蹴。控訴も棄却され、20歳にして無期刑が確定した。人生の貴重な20代を塀の中でむさぐるしいおっさんに囲まれ腐い、飯を食い続ける羽目になったが、自業自得もいいところである。一生塀の中で S さんの命を奪ったことを悔やみながら苦しんで生きてほしい。上川が起こした事件については解決を見たが、なんと事件が起きて間もなく、今度は寮に入っていたある社員が多額の金銭を脅し取っていたことが明らかになり、男が逮捕された。逮捕されたのは松田の機関工加山健一35歳。警察によると加山は2016年3月、松田の社員寮で当時同僚だった男性に警察に相談したらさらう、お金を用意しろなどと言い、現金や腕時計、タブレット端末など合わせて13点を脅し取っていた。加山は同じ男性に対し5回にわたって同様の行為を繰り返していて、被害額は合わせて約300万円にも上っていた。松田の社員寮では真面目で気弱な社員から金銭を巻き上げることが常態化していたのであろうか。こんな実情を見て誰がこの会社に入りたいと思うか。学校でもそうだが、寮といった共同生活を求められる閉鎖的な空間に上川や加山の人間がいたらもうどうしようもない。我が子や親しい人が集団生活に悩んでいたらすぐに脱出するよう手ほどきしてあげた方がいいかもしれない。キャリアがどうとかのレベルではなく、命がかかっているのだから。